どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンと、またね、ヒルトンホテルで2024年1月1日以降のですね、ヒルトンホテルの新しいキャンペーンね、来ておりますので、本日はね、この2つ解説ね、やっていきたいなと思います。 ということで、まずですね、ヒルトンホテルポイントを購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンの方ね、解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらはですね、ヒルトンホテルポイント購入最大100%ボーナスポイントということで、私はね、100%来ておりました。おそらく今回ね、皆さん100%来ているのではないかということで、まあ、今回ね、驚きなんですけども、なんとね、今回ね、24万ポイントまで購入することが、 でできるんですよね、まあ、今までねこんなに高くなかったと思うんですけども、まあ、なんとね今回24万が上限っていうふうになりますんでこれにね100%ボーナス入るっていうふうになりますんで。 獲得ポイントで最大48万ポイントっていう風になりますんで、かなりすごいですよね。まあ年末年始っていうこともありますんで、まあそういったのをですね、まあ考慮してここまでね、上限上げてきたのかななんていう風に思うわけなんですけども、まあ今回ね、購入しようと思えば、48万ポイント分ね、購入することができるっていう風になりますんで、かなりね、びっくりですよね。で、今回ね、ヒルトンホテルポイント購入100%ボーナスポイントキャンペーンということで、期間がね、2023年の12月5日、 もうね、開始になっておりましてて年1月いた13時59分まままでっていう風になります、まあ一応ね、毎回言ってりますけども、えー、当日までね購入するっていうのはね、あんまりお勧めしておりませんので、まあ、日本時間でもですね、2023年の12月31日までにね、購入していただいた方がですね、いいのかななんていうふうに思います。で、今回のね、特典は、えー、最大100%ボーナスポイントということで、購入したね、ポイントの最大100%ボーナスポイントがね、つくキャンペーンっていうふうになります。で、上限がですね、 先ほどから言ってる通り、24万ポイントっていう風になりますんで、24万ポイント購入すると100、100%ボーナスがついて、48万ポイントに、ねえー、なるって言ったがちになります。で、このね、ヒルトンホテルのポイントの購入キャンペーンは、ポイント購入していただいて、付与までがですね、だいたい48時間ね、えー、かかるっていう風になりますんで、この点はね、購入される方は、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。で、こちらはね、 ポイント購入系のね、キャンペーンをね、解説、動画を出すとですね、このね、ヒルトアメックスで購入していただくとですね、このポイント購入に関しても、100円でね、プレミアムカードの場合はね、あの、ホテルで利用するとね、7ポイントついたりしますよね。まあ、そういったね、ポイントレートで購入できるのかっていう話なんですけども、このヒルトンホテルポイント購入っていうのはですね、普通のね、通常還元っていう風になりますんで、ヒルトアメックスプレミアムカードであれば、100円で3ポイントになりますよね。まあ、これだけっていう風になりますんで、 この点はね注意していただきたいななんていうふうに 思いますまたね、プログラム自体ね、最近加入された方ですね、おそらくね、ヒルトンも30日ぐらいまでですね、ポイント購入できないと思いますので、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、こういった感じはね、ポイントキャンペーンになっておりまして、公式サイトね、概要欄に載っておきますけれども、期間の部分ですね、私の方で日本時間に直しておりますので、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、私の方でヒルトンホテルポイントね、1ポイントの段が出させていただ いたたわけけななんですすどもえこういった形になりますで今回ですね、ヒルトンホテルのね、公式サイトを見ていただければね、わかることなんですけども、なんとね、今回からだと思うんですけども、 購入価格はね、日本円表記になってるんですよね。これね、前までドル表記だったと思うんですけども、私の勘違いかな。まあ多分そんなことないと思うんですけども、私見てね、結構びっくりしたんですけども、今までね、ドル円の表記で、それに外貨決済手数料を足して、で、そこからね、あの、円換算でとかね、結構やってたんですけどもえ、見たらね、円でね、っていう風になりますんで、非常にびっくりしたわけなんですけども、わ、まあ、かりやすくていいですよね。ですけども、まあ、レートはね、多分 固定レートっていうんですかはい、もう表示されたレートでね、購入するしかないっていうふうになりますんで、今ね、先ほど調べたね、1路144.75円ぐらいだったんですけども、 多分ね、これより悪くなるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいのと、こちらね、あの、日本円で表記されてるっていう風にね、公式サイトもなりますので、まあ、おそらくね、このまんまの価格で買えると思うんですよね。ですので、外貨決済手数料もおそらくかかんないのではないかと思いますので、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。非常にびっくりですよね。で、こちらはね、公式サイトになるわけなんですけども、 えこちらね、えー、開いていただくと、こういった形でね、えー、JP n でね、えー、記載されているっていう風になりますんで、まあおそらくね、このまま購入することができると思うんですけども、違うのかなちょっと購入画面まで行ってみましょうか。 あやっぱりそうですね。そのままの価格でねえ、購入することができるっていう風になりますんで、え外貨決済手数料はね、もう本当に入らないって言いたがちになるんですね。へ、えー、確かね、ちょっと前までね、こちらえ、ドル表記でね、購入してたと思いますので、これはね、非常に分かりやすくでいいですね。まぁ、あ、ちょっとレートは悪くなっちゃうかもしれないんですけどね。自分でね、計算していくらぐらいみたいなね、しなくていいのはね、まあ、非常にいいのとですね、外貨決済手数料かかんなくなったと思うんですよね。 これはね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。はい、ということで、えー、こちらのね、1ポイントの単価表に戻ってきましたけども、えー、今回のね、ヒルトーホテルポイント購入は、5000ポイント以上で購入していただければ100、100%ボーナスで、ね、作っていうふうになりますので、もし購入される方は、5000ポイント以上ね、購入するようにしてください。で、1ポイントの単価なんですけども、0.74円ということで、まあ、こちらね、レート変わり、あの、ボーナスレート変わりませんので、まあ、5000ポイント買ってもね、24万ポイント買っても、えー、1ポイントの単価はね、0 7、4円っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、このね、6万ポイント、12万ポイントでね、赤マーク入れさせていただきましたけども、このね、ヒルトンホテルポイントっていうのは、今現時点でね、スタンダードルームは基本的にね、11万ポイント上限っていう風になっておりますんで、まあ、6万ポイント購入していただければ、基本的にね、どこのホテルも利用することができるって言った形になります。で、こちらね、価格が89,409円っていう風になりますんで、 まあ日本でね、12万ポイントで、えー、8万9000っていう。 ところまで値段が上がるっていうのは、まあ、なかなかね、ないのかな。まあ、6京都はね、あの、あそこはね、いつも十何万とかしますので、特にね、今のシーズンなんて、えー、めちゃくちゃ高いと思うんですよ。多分10万超えてると思うんですけども、6京都とかでもですね、8万9千でね、宿泊することができるっていうふうになりますんで、もう今月ね、あの、11万ポイントで宿泊するときに6京都行くから今買っちゃおうっていう方は、まあ、購入した方がね、安くなるっていうふうになりますんで、6京都だったらね、非常におすすめです。で、2泊だったらね、12万 万ポイント購入していれば、まあ、24万ポイントね、えー、購入することができてまあそれだったらですね200とかもね利用することができるっていうふうになりますんでまぁ、あ、1ポイントね0.74円でね利用っていう風になりますんでまあなかなかね日本国内でお得に利用するっていうのはですね厳しいっていう感じですねもちろんね繁忙期だったらねまあ、利用することができるかもしれないんですけどもまあ、今からね年末年始のポイント予約とかねなかなか取れないかなっていうふうに思いますんでね、えー、この 次ですねゴールデンウィークとかね夏休みとかに利用していただくのはねまあいいのではないのかなっていうところですかねまあ、いずれにしてもですね1ポイントね0.74円で利用することができれば、まあ、お得になるっていうふうになりますのでもしね購入検討される方はこちらで是非覚えておいていただきたいななんていうふうに思いますでホテルポイントですね 前回もね、やらせていただきましたけども、ヒルトンハワイアンビレッジですね。私の大好きなね、ハワイのヒルトンホテルなんですけども、まあこちらはね、今、宿泊ね、予約、検索すると1泊ね、277ドル。こちらは7万ポイントで宿泊することができるんですよね。ですので、こちらね、5泊するとですね、非常にね、値段が、あの、タックスとかね、いろいろ入りまして、5泊するとね、 1937ドルとこまでね、行くんですよね。これが、えー、日本円で、えー、先ほどね、1ドル144円とかでね、計算すると、まあ、28万円ぐらいするわけなんですけども、まあこれがね、 ヒルトンホテルプログラムっていうのは5泊でね利用していただくと5泊目が無料になるね必要ポイントかかんないっていうふうになりますんで本当はね7万ポイントで5泊だと35万ポイントかかるわけなんですけども5泊でね28万ポイントで住むっていうふうになりますんで5泊分の28万ポイントね購入しようとすると14万ポイントがね必要になってまあそれがね100%ボーナスで28万ポイントでえ価格はね20万と8621円っていうふうになります んでまあ、普通にね、現金で宿泊するよりも、まあ、8万円ほどね、お得に利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じでね、まあ、比較していただいてですね、利用していただくのはね、非常におすすめって言いたがちになります。特にね、この5泊分のね、5泊目無料特典ね、利用していただくのはね、まあ、非常にお得になるっていうふうになりますんで、これで利用する方はですね、まあ、どこに行かれる場合でもね、結構お得になるかなっていうところですよね。またね、ヒルトンホテルポイントのね、プログラムのいいところはね、 ポイント予約だとですね、特にね、あの、追加料金一切かかんないんですよね。ですので、28万ポイント用意いたしました。このホテルに5泊泊まりますって言ったら、本当にね、あの、28万ポイントで、えー、それだけで宿泊することができるっていう風になりますんで、リゾート料金とかね、一切かからない。まあ、ステータスで、ね、免除されてるんですけども、まあ、そういった特典もね、ヒルトンがございますので、まあ、マリオットとかね、まあ、リッツカールドとかね、まあ、かかんないホテル一部ありますけれども、基本的にマリオットのホテルはですね、 このリゾート料金がね、ポイント泊でもかかってくるっていうふうになりますんで、ヒルトンホテルポイントのね、いいポイントはここですよね。ですので、5泊ね、ポイント予約していただいても28万ポイントだけでね、宿泊することができるっていうふうになりますんで、こちらね、非常にいいですよね。まあ、こういった感じでね、利用していただければな、なんていうふうに思います。で、一応ね、6京都もね、 今いくらぐらいするんだろうということで調べさせていただきました。こちら2023年12月のね、使用ポイント数と、えー、価格になるわけなんですけども、まあ、平日でもね、もう10万超えっていう風になってるんですね。一部ね、18、19とかね、 8万9万とかありますけども、まあ、今回ね、1ドル0 7円っていう風になりますんで、ここら辺で利用しなければですね、まあ、ほぼほぼね、購入した方がね、安いっていう風になりますんで、やはりね、この時期のね、6強と多分こういうとこもね、非常に綺麗だと思うんですけども、やはりこの時期はね、非常に高いですよね。 はい。ですんでね、6票と利用したいっていう方で、えポイント購入していただくのはね、非常にいいのではないのかな、なんていうふうに思います。私もね、ちょっと近々ね、6票とね、行く機会がございますんで、え冬の6票とね、前回初めて行った時はね、夏だったんで、非常に楽しみですね。それでは次にですね、ヒルトンホテルのね、ポイント、キャンペーンね、えー、見ていきたいなと思います。 はい、ということで、こちらがね、公式サイトになっておりまして、新キャンペーン、ポイントプラス、滞在ごとに2000ポイント獲得キャンペーンということで、こちらはですね、2024年の1月1日から5月の1日ということで、今ね、2023年の12月っていう風になりますんで、来年の1月からね、始まるキャンペーンっていう風になります。で、今やってるキャンペーンはこちらですね、ポイント 2, 2倍 &3 倍獲得っていうことね、今やっておりますよね。これが12月の31日までね、2023年の12月31日 一日までね、やっておりまして、まあ、こちらのね、新しいキャンペーンがこちらって言いた形になります。 で、こちらね、まだあの、年内ね、やっておりますので、もしね、登録してない方はですね、こちらポチッとね、登録しといてください。で、今回のね、新しいキャンペーンもエントリーがね、必須になっておりますんで、こちらもね、ポチッと、えー、ログインしといていただきたいな、なんていうふうに思います。ちょっとね、規約の方を見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、こちらに書いてあるんですが、ようやくね、させていただきます。それがね、こちらになるわけなんですけども、えー、2000、えー、新キャンペーンポイントプラスということで、滞在型に2000ポイント、またね、デジタルキーを利用して、 いただくと500ポイントがねもらえるキャンペーンという風になりますで期間がね2024年の1月1日から2024年の ごめんなさい。抜けてますね。5月1日までっていうふうになります。で、エントリー必須で、ホームページね、概要欄に今やっているキャンペーンと1月1日以降のね、キャンペーン両方載せておきますんで、両方ともね、エントリーね、してない方はポチッとね、エントリーしといてください。で、特典ですね。今回のキャンペーンは1滞在につきどこのブランドを利用しても2000ポイント。で、またね、デジタルキーを利用していただくと1滞在で500ポイントがね、もらえるキャンペーンっていうふうになります。で、特典不要ですね。滞在 完了後6週間から8週間というふうになっておりまして。 こちらね、注意事項としては、この1滞在っていうカウントですよね。1滞在っていうのは、1つのホテルに何連泊しても1滞在です。1泊していただいても1滞在ですし、100連泊していただいても1滞在っていう風になります。ですので、1つのホテルにね、何連泊しても1滞在になるっていうことは、ぜひね、覚えておいてください。チェックインチェックアウトで、まあ1滞在っていう感じですね。で、同じホテルでですね、連泊してチェックインチェックアウトを繰り返しても、まあ同じ1滞在のね、カウントに入ってしまうっていう風になりますんで、 A ホテル、B ホテルみたいな感じで利用しないとですね、1滞在のカウントに入ってこないっていう風になりますんで、この点をね、注意してください。で、このね、1滞在につき2000ポイントがもらえて、またね、デジタルキーの利用で1滞在500ポイントがね、もらえるって言った味になります。で、このね、デジタルキーって何ですかっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけれども、このヒルトンホテルっていうのはですね、このアプリでね、デジタルキーが利用することができて、もうこれね、 5年前、私はね、一番最初にハワイに行った時からね、このデジタルキーってもう利用することができてたんですよね。マリオットよりね、全然早くね、導入されてたわけなんですけども、まあ、なかなか使わないっていうのとね、不具合も結構あったりするんで、まあ、私はね、めんどくさくてね、もう使ってなくて、まあ、ヒルトン、ハワイのヒルトンとかでね、あの、プールとかで、あの、カード持ち歩きたくないなと思ってね、使ったりしてたりしてたんですけども、やっぱり電波がないと使えなかったりするんでね、あの、めんどくさかったりしてね、使わなかったりする んですけどもまあ一応ね今回ねこのデジタルキー流行らしたいっていうかまあ使ってほしいんでしょうねせっかくね導入しているし便利な部分もございますんでね。 はい。ですので、えー、今回ね、えー、デジタルキー一滞在で一回利用していただくとね、500ポイントがもらえるって言った形になります。で、このね、デジタルキーってどうやって利用するのかっていう話なんですけども、まあチェックインの時にね、リクエストしていただいて、こういった感じでね、アプリがありますよね。ここにね、デジタルキーっていうのがありますよね。これを、えー、押していただいて、まあ利用していただくっていう風になるんですよね。まあこちらね、このハワイでね、初めて行った時にね、えっと、あれはダブルツリーバイヒルトンワイキビーチだったかな。まあその時にね、 初めてちょっとね、使ってみたんですけども、まあ、そのホテルはね、非常にあの、感度が良くて利用しやすかったんですよね。ですので、普通に利用することができたんですけども、まあ、この前ね、 あの、ハワイアンビレッジとかでね、利用しようとしたときはですね、全然ね、使い物にならなくてね、結局物理カードを持ち歩くみたいな感じになったので、まあ一応ね、一回でも使って、あの、登録していただければね、500ポイントもらえるっていうふうになりますんでね、こちらぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。で、特典付与は、え、滞在完了後6週間から8週間っていうふうになりまして、こちらね、よくある質問が、 公式サイトの方にね、記載されておりまして、気になる部分としては、すべての料金がね、対象になりますかということで、こちらね、すべての料金は対象にならないっていうふうになりまして、ポイント獲得が記載されている、このね、滞在が、 今回のこのね、キャンペーンの対象っていう風になっておりまして、で、そのね、えー、こちらをポイント獲得で、えー、ヒルトン滞在によるポイントまたは、えー、必要なクレジットを獲得するためには、ヒルトンホテルのポートフォリオをホテル会員に有料で滞在しっていう風にね、記載がされておりますよね。ですので、 まあ、こちらのキャンペーンね、優勝じゃないとね、対象にならないのかと思いきやですね、まあ、下の方に行くとですね、ポイントプラスキャンペーンでは特典滞在に対してもボーナスポイントを獲得できますかということで、こちらね、入、はい、って書かれてるんですよね。ですので、今回のキャンペーンもですね、 特典滞在もね、対象っていう風になるわけなんですけども、えベースポイントの獲得が対象となる滞在であればえ、獲得でベースポイントに応じてボーナスポイントを獲得いただけますっていう風になりますんで、このベースポイントの獲得っていうのはね、基本的にホテルの客室とかでね、ルームサービスとか、まあ客室の必要料金とかね、あのサービス料、税金抜いた金額とかにね、このベースポイントって獲得することができるんですけども、まあこういったものがないとですね、特典滞在でも、まあもらうことが ででででできききななななないいいいいいっっってててうう意味合いになってきますすのの特典滞在でもねねね、まあ、何かかか利用しないとと、ね、獲得はころですか、ねまあ、今までね、このヒルトンのキャンペーンっていうのは、あの、特典滞在でもね、普通にポイントもらえてたりするんですけども、こちらがね、あの、前回ね、えっ、ー、と、ハワイのヒルトンガーデンに泊まった時のね、えー、詳細なんですけども、こちらね、やはりポイント宿泊だとですね、ベースポイント入ってこないっていうふうになりますんで、まあ、何かね、ホテルで利用したらね、このベースポイントがね、 入ってくるっていうふうになりますんで、ルームサービスとかね、まあそういったものをね、客室で利用すればね、できるのかななんていう、あの、ポイントもらえたりするのかななんていうふうに思うんですけども、一応ね、こういった感じになっておりますので、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。まあ今までね、意識しないでね、あの、特典滞在でもね、ポイントもらえてたっていうふうになりますんで、まあちょっとね、これは一応記載されてますけどもね、ヒルトンのね、このこういったキャンペーンのね、 あの、ポイント付与ってすごいね、あやふやっていうかね、適当な感じがね、結構しますんで、まあ何にもしなくてもポイントもらえるんじゃないかな、なんていう風に思ったりもするんですけれども、一応こうやって記載されておりますんでね、もしかしたら、えー、ポケテン滞在だけ、だけだとですね、まあポイントはもらえないかもしれないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければな、と思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルがポイント購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンと、またね、ヒルトンホテル2022 4年1月1日からなんですね。キャンペーンがね、開始になりましたので、解説させていただいたわけなんですけども、本当にね、ヒルトンホテルはね、あの、対象外なくね、1年間ずーっとキャンペーンがやってくれてるので、本当にいいですよね。まあ、あの、2023年のね、12月になりましたけども、結局ね、ヒルトンホテル2022年まではですね、学術的リバイキャンペーンね、去年ないと思ったら来たりしましたけども、やはりね、2023年はもう来なかったですね。ちょっとあるのかな、なんていうふうに思って、 たりもね、してたわけなんですけども、さすがにね、もう12月のね、えー、中旬になりかけてるっていうふうになりますんで、もう今年からはね。えー、普通にね、頑張って、あの、ステータスで、ね、維持するしかなさそうですね。はい、ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、ライン公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげると、とても嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。